コロナでいろんな問題が今出てきたというふうに言われていますけどそれは決してそのコロナであ生まれたわけではなくて今までずっとこう長年放置されてきた問題が、うん、まあ顕在化したということの方が大きいわけで,っってで、ね、捨てるべきものはそのやっぱりカテゴリーで、えー、ものを考えるカテゴリー間の違いよりもカテゴリーの中の違いの方が絶対大きいわけなんですよ。 多様な選択肢を選べるようになったときには、本当、自立を求められて、自分の責任を取っていかないといけないって、ある意味、すごく厳しい社会でもありますよね、うんはい、ではまず初めに、2022年は〇〇元年と言いまして、はい、〇〇のキーワードを考えてもらっています。元のフリップをお上げくださいいどうぞああ素晴らしい <laughs> あ素晴らしい。あいいです今日すげえ好き。読み上げていきます。まずくすのきさんは自分元年。うん、素晴らしい。豊田さんは想定外と言わない元年。刑事復活、か刑事回復元年。ね、いつもより少なめですね。少なめにすなって。さらっとしております。いつもより五秒ぐらい。あります今日二行です。二行。素晴らしい。はい。お月さん。若者ポジティブ元年。いあ。最後、はい、最後青野さんは。 子わくわくするな、全部、何を聞いていこうかなそうですね。村田からいきましょうか。うんじゃあ、このままの流れでやっぱ青野さん、うん、この子どもがね、やっぱりこの法律ですか、それともまた違ったところから、ね。先ほどの男性育休もあるんですけど、はい、もう一回やっぱり子ども家庭庁ができるということを、ね、<ー>ぜひ注目、まあ、できる予定であるということなんですけね。ようやくこう日本人があの子育て、 大事にしないとダメなんだなって気づき始めたと思うんですよね。で、それで今もその、まあ、学校の制度なんかも古いですけど、やっぱそこからはみ出た子なんかもいっぱいいて。うんうん、やっぱそういうこと、ちね、ちゃんとケアしていかないといけないんだと、で、そこにようやく気づいたということが、僕はその、うん、とっても。大事な一歩だと思うんですよね。なんか、子供元年にぜひしたいなと。うんうん、この子供。今のでも、対策でも、もうちょっと欲しいですよね。例えば、青おさん的に、この子供元年にもっと強くしていくためには。はい、何なんか欲しいものとありますか。もうちょっと国としてはここの部分。うん この話はすごくいいいっぱいしたいですけどなんか現場会社を運営する人間としても会社はアウンさんの細胞はすごいですけど子供に,育児に対しては僕なんかだとですねやっぱりデジタル視点から見ちゃうんですけどもうその1年間に生まれてくる子どもが100万人を切っているわけですね。そうすると全然データベースにできるじゃんっていうもんですよねちゃんと子どもをデータベースにして一人一人周りの大人が見守っていくと。 でそれをね、なんか子供がどこにいるのかもわからない、どんなことを悩んでるのわからわからないじゃなくて、ちゃんといろんな大人が接して、その子供たちが今どんな感じに育ってきてくれているのかと、それでうまくいってなかったらすぐ他の人がフォローに入ると、でそういうことをやってほしいんですよね。これ,それができればいいで育てで実際やってる人の意見としてはすごく接する、まあ見守るっていうんですけど、ね、<laughs> 人だったら監視って見る人がいるじゃないですか。はい。でもなんかあの監視って言葉の違いだけで実は きちんと監視した方がいいですよね。はい、あの、それで制限するんじゃなくて、見守るっていう、見て守るっていう。うん、そうですよね。そうです。<ー>うん、なんかもう、すごく、この、この子供がんね。なりそうですか。 いや、もう、これは、しに行きましょうね。なしなきゃいけない。しなきゃいけない。うん、も子供家庭庁っていうネーミングも、もう、最悪っていう意見もたくさん出てきましたけれども。ね、あれもなんで、<laughs> なんでなんですかね、家庭つけちゃうの。子供庁でいいじゃないですか、ねまあで。どうしてもね、つけたい人がいたっていうことですね。ねまあ、もう、ネーミングは、もう、そこ、ね、あの、まあ、清濁合わせ飲んで。うん、えー、でも、やっぱ、り一番大事なのは、子供ですね。その、子供、はい、本当、毎年生まれてくる、子供たち、この子たちに、注目していくと。大人じゃなくてね。 大人じゃなくて、はい、なまず名前からとかタイトルから文句つけていくと一番楽ですからね分かったふうで。 中、中見てないんですよ。うん、中、見たら、別にどうでも、うん、名前なんか、どうでもいいかってなるとは思うんですよ。変化してるんでね。はい、さあ、子供が大きかったら、若者になりますよ。よお月さん子供だけでなく、若者も、ね。若者ポジティブ元年、<laughs> ちょっと教えてくださいよ。い<や>意味が全然わかりませんそ。そうですね。えー、あの、まあ、なんか、今、こうやって、コロナっていう状況で、すごいネガティブというか、こう閉塞感のあるような感じに。こう世の中ってなってると思うんですけど、まあ、そこから。 あのそのコロナっていうのをきっかけにあのポジティブなアクションを若者が取り出すんじゃないかなというふうに思っています。かねなんか東日本大震災でそその起業した人とかってすごく多かったと思うんですけどうんなんかそういう感じでそのコロナっていうのを見てこう今の若者って社会課題になんか興味があったりとかデジタルネイティブ世代でデジタル化っていうところにもすごい興味があるというかこう社会をよくしたいなって思ってると思うのでなんかそれをどん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 ,なんかこうよくしていける。 あの年になったらいいなって思うんですけどまあそれを生かすも殺すもこの社会だと思っていてもっともっとその国や会社にこうもっと若者を注目したような施策をなんかやってもらえたらいいなっていうふうに思ってます。 そうですね、大月さんはこの18歳、成人年齢が18歳に引き下げについて、どう思いますかそうですね、でも、あの成人になるということは結構大事なことというか、うん、なので、あのど,んど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 ん若くなっていってこう、責任感を持っていくことは大事なのかなというふうには思ってます、ねうん、ポジティブに捉えられていなるほど、本当についごとといぐらい、ロケで小学校1年生と4年生と中1の女の子と話をしました。うんはい S D G すげえ興味あるんですよね。えそうですよね。うん、本当に環境に興味があるんですよね。うもうなんか僕らと違うもう全く違う。えなんか当たり前に考えてきていてなんか興味があるっていうよりかは、うん、もうそれを考えることが普通だったりとかとまあそれこそ L G D L G B T Q の方々がもう普通に当たり前のように周りにいるからこそなんかこう。うん なんかいじめみたいなことが起こることがなんかびっくりというかこう差別になることがびっくりみたいなところでこう興味があるというところはそこがなんか違和感を感じるところからなんかスタートしていいるかなううふうに思いますここが若者のすごいところというか、うん、僕らも通ってきましたけど忘れちゃってるところ。そここでいいとかかっこいいととかかかっ と思ったら、がーっていってすごいパワーがありますからね、うんうん、若者のポジティブはすごいパワーになると思うんですよ。子供若者の時って、楠木さんは自分とい,、ね、いいですね、若者ですから、楠木さんも。ね、自分元年、ね、<laughs> まあ正確には僕は今年自分58年なんですけど、いや何を言ってるか全然わかんない意味合いはですね、ちょっと考え方の問題なんですけどね。去年も あのここでこういう話をしてその時も同じようなこと言ったんですけど、まあ、さっき、奥井さんがおっしゃっていた、まあ、円の為替ドルに対してどうなのかとか、まあ、賃金がどうだとか日本が滅亡するのかとか、うん、日本がまあ反映するのかとか、まあ、結局、平均値を取れば、ねまあ、賃金が上がっているとてはその通りなんですけど、まあくまでもその環境ですよね。はい だから自分元年っていうのはでまあそういう状況なんだけど君はどうするのっていう。で僕はやっぱり僕の社会観なんですけれども結局あのそれぞれの個人の集積で社会ができてるだけで社会っていう主体はないんですよね。ななんです、ね、ないですねだからみんなが、ね、ポジティブであ,れであれば そのの集積としてて社会もポジティブになってまあ順番としては一人一人がそのポジティブであるかとかその子どもを大切にするかっていうまあそういうことなんでまあ人それぞれの考えでいいと思うんですけど僕はその環境とか状況をうんぬんするよりも自分どうすんのと。でねあの環境は僕は言い始めるときりがない。 これ僕自分58年なんでこれまで,でもいろいろと見てきてるんですけどしばらく前はねこれだけ円高になるともう日本おしまいだっていうわけなんですよまあそれはそれなりの理由があって円安になるとまあ日本は滅亡するとどうすりゃいいんだよっていうことなんですよねえですからそれぞれいいところ悪いところあって例えばさっきの,その賃金の問題でももちろん 集計のレベルで見るとああいう傾向は非常によろしくないですけれどもただもし個人がそれに不満であればいくらでも収入を増やすための行動は取れるわけですよね。それはで君は君どうすんのという話なんでですから僕は究極的にはその個人の選択の自由が 抑圧されるような状況っていうのは本当の滅亡だと思うんですよ。今はそれではない。うそかい全然ないでしょう。あの、えー、ですからあの結局は僕は一人一人の問題で、であくまでも社会はその集積として現れる結果なんで、うんでね、原因と結果をね、うん、やっぱりあの。うん すり替えない方がいいと思うんですよ。今、世の中はこうなっているっていうのは結果なんで、んなるほどそれはあの個人の行動がそうしてるわけですよね。なるほど、まあ。そんな考え方が自分概念、ね、ということなんです。るほどう必要なマインドセットですね。今年、まあ、ずっとですけれども。そうです,です。なるほど。環境を見ればね。いやうちの国はすごくうまくいってましてってやつは歴史上一人もいないんで。そうですね。どうの国行ったって。 こういうことが大変だ、ああいうことが大変だって言ってるわけなんですよね、それは僕は日本も同じだというふうに思うんですね個人も企業も一緒ですね、国も個人も企業もそうです大きくなればなるほど愚かなりますもんね。もう全く選択の自由なんでね、もうちょっと子育てと仕事のね、バランスを良くしたいなと思えば、にけと会社だっていろいろあるわけなんですよ。 ね、それは選択の自由が、うん、お互いですけどね会社の方も選んでいるわけですけど、うん、まあそこが崩れちゃうとこれは悲劇ですからね。んのこの想定外と言わないのもちょっとこのじ自分の,個人のと新型コロナに限らずなんですけど、まあ、災害でもビジネスでも社会の変化でも特にまあコロナなんかの時はこう その政策とか政権の中枢にいる方が割とこう最初の時も今回のオミクロンも想定外っておっしゃるのは私はすごく違和感があってそれは当然想定しててくださいっていう話なのであのそうしないとやっぱりあの有事の対応は平時に準備をしておくしかないのでそれを言うことで何かこ免災府になるわけでは全くないじゃないですかでそれはあの多分このコロナでいろんな問題が今出てきたというふうに言われてますけどそれは決してそのコロナであ生まれたわけではなくて今までずっとこう 長年放置されてきた問題がまあ顕在化したっていうことの方が大きいわけでだからこそ今それをじゃあ,あのまさにこういう危機の状況をどうやってあの未来志向で変えるかっていうあの時だとも思うんですけどもだからその何て言うのかなこう慌てふためいても多分何もいいことはないのであの個人もその社会環境も含めてここでじゃどうするかっていうことを 考えるのかなと思いますさにこれはまあの経済に限らずなんですけど、まあ、いろんなその、まあ、私あんまり格差っていう言葉はあ好きではないんですけどそういう,こうなんか分かれて分断とかね分かれていってしまうっていう危機感もすごくあるしそれをこう煽るようなこともあると思うんですけど、まあ、それをじゃあ前提にじゃあどうするかっていうことをまあ考え でさっきちょっと冒頭で申し上げましたけど、まあ、世界はこれからどうなるのかっていう時にやっぱりこうじゃあインフレリスクがちょっとある一方でこう回復基調に行くんじゃないかっていうトレンドの中でじゃあ日本はまあ乗り切れてないんじゃないかっていう話がまあ多いと思うんですけどでそういう中でこう例えばデジタルにしても AI にしてもあのなんかこう日本の人ってこう、まあ、脱炭素とかいろいろありますけど、うん、なんかこうそれにいまだにこう気持ちがついててないんじゃないかっていう気がちょっとあるんですねシステムとしても気持ちとしても。うんうん、だからやっぱりこう目はすごくこう あの中にも外にもきちんと向けて何が今世界で起こっていて、うん、それに対して自分は何をあるいは自国は何をすべきかということを客観化して相対化して見るというといすなんか話聞いてるとすげえ政府に言ってる感じがしますね。 <laughs> <laughs> さっきあの草木さんがおっしゃった私すごくそれを思って個人がやっぱりの集積が社会であり国家であるし個人はお客様じゃなくてその自分自身もあるいは自分の住む地域も国も世界もよくしていく同志だと思うので人のせいにするとかではなくて自分が何ができるかっていうところからのだからこの刑事回復もちょっと。 ネガティブというか批判も込めて言っていてか分かれていくからどうしようっていうよりはそういうのも全部ひっくるめてあの考えようかちょっと抽象化しているでもよく時間の足りないテレビとかのコメンテーター的に言うとすごくこれ行政に行った方が楽じゃないですか <laughs>、うん、でもこれ意外と薬さんと一緒で個人,個人に言ってるんですね全然,全然そうです,うです,うです自分に うん、あなたに言ってますと、す想定外って言わないでおきましょうとことです,、ね、そうですね。そうですね。ああ、なんかすごくわかりました。うん、その言葉普段国がダメだって言ってる言葉を自分にぶっけて、ぶっけてみた方がいいんじゃないかって感じが。またやっぱり。しし最近、寛容と不寛容をすごく考えるんですけど、うん、やっぱりこう経済の問題とかこういうこう感染症とかになって。みんなが窮屈になると、やっぱりその個人もそうだし、全体の雰囲気としても。不寛容になっていくんですよね。はい、そうすると、不寛容は不寛容を生むので、とても良くない流れだと思うので。はい ここでもう一回、見って立ち止まって、やっぱり寛容は寛容を生むっていうことにしていきたいなっていう思いもあります、ね。寛容は寛容。いや、綺麗事っぽくて、ごめんなさい。でも、まず、こっちが寛容でればね。うそう、あの、なんか、他人は自分の鏡じゃないですか。なんか、そこら辺ありますもんね。賛成を込めて。ああ、はい、面白いと思います。はい、プロペッカの方から、質問が来てとる、そうですね。はい、はい、こちらです。お願いします。はい。 お長いですね子どもや若者が元気なことはいいことですがそれを高齢化が進む日本社会全体を支えることはでできますでしょうか、うん、高齢者層にも鍵があると思うのですがいかかがでしょうか、うん、確かに高齢者層にも鍵があると言っておりますが、うん、青野さん、どうですか,ですかこれ僕好きなあのモデルがありまして。うんはい